会長は俺が三の会に入ってない村瀬とつるんで悪さしてんじゃねえかって疑ってんだよ。じゃあ村瀬んとこ拳銃でも打ち込んできますか。あいつら兄弟分だぞ。ちょっとだけ揉めてるように見えりゃいいんだ。あれあいつの指紋は事務所かなんか出しておいてくれよ。